ガーネット・クロウは、日本の男女4人組バンド。略称は、ガネ・クロ、ガーネット、ガネ、ディザ・スタジオに所属。2013年6月9日の最終ライブをもって、解散。メンバーは、音楽制作会社ビーインググループ所属の、音楽クリエイターを中心に構成され、ネオアコをルーツとした楽曲を制作している。 結成は1999年、倉木舞の全米インディーズデビュー時のデモテープ作成にメンバー4人が携わり、スタジオ制作を通して、気統合したことをその契機とする。中村を除く3人は、バンド結成以前に、ディーニやザードの楽曲制作を介して、関わりがあった。中村は、音楽ディレクターのような表に出ない仕事を、志向していたが、周囲からの勧めがあり作曲。 ボーカル担当になった。楽曲制作においては役割分担が明確にされており、作曲、作詞、編曲といった楽曲制作上の根幹部分をほとんどの楽曲においてメンバー自身が行っている。特に中村の曲とあずきななのは全楽曲の核として位置づけられている。作品はネオアコールーツとし、デビュー当初、彼らは自身の音楽性を 21世紀型ネオネオアコと称した。1999年のデビューから約2年半後の2002年に初のライブツアーを開催し、それ以降は三大都市圏を中心に20回以上の公演を行った。ライブを経験したことでそれを意識した楽曲制作がなされたり、ラテン音楽やカンツォーネなどの要素も楽曲に取り入れた。メンバーによる個々の音楽活動の背景から、 クリエイター集団と紹介するメディアも存在する。メンバーの個々の経歴には非公表の部分がある。また、2002年のシングル、夢見た後で、がヒットするまでは、テレビの音楽番組等に一切出演せず、ライブも行わずにいたが、同シングルのヒットを受けて、以降は、テレビなどのメディア出演をするようになる。同じビーイング所属のアーティストが、 マスメディアへの露出を抑える点は、ビィーイングのメディアコントロール戦略によるものとされている。テレビへの出演について、メンバー自身は、非常に緊張するという胸の発言を残している。2002年3月テレビ朝日系の音楽番組、ミュージックステーションに初出演した際、出演が決定した際には一週間何も手につかなかったということを司会の竹内。 エミアナウンサーによって暴露されている。近年では、ビーイング外部のアーティストとのライブにも参加するようになった。ライブハウスでのライブや、新作のプロモーション時には、中村と岡本の2名のみでの出演が増えている。ガーネット・クロウという名前の由来は、ガーネットという宝石の深い紅色にかけて、深みのある音楽を思考する意を、ガーネットの語に込め、それに、 言葉の響きの良さを求めて、苦労の語を布化したことに起因する。また、日本語分けすると、シンクのカラスという言葉になり、この言葉の不気味さが心に残る点も合わせて考慮された。1999年から2013年までに発売したアルバムは18作品あり、そのうちメジャー発売された16作品すべてが、 オリコントップ15ヒットシングルは2013年までに34作品をリリースし、そのうち16作品がオリコントップ10入りを記録。34作品中28作品がオリコントップ20内にランクイン。全34作品がオリコントップ50内にチャートインしている。DVD 作品では2013年までに11作品を発売し、11作品すべてが オリコントップ10入り。2014年には全シングル作品と全アルバム作品、PV、未公開写真集などが収められたプラマムボックスを2015年にはブルーレイ化されたライブ5作品と未公開映像が収められたプレミアムブルーレイボックスを発売。これらはミューズイングで完全予約生産で発売され、現在は生産されていないため入手困難な作品と、 なっている。2020年には、デビュー20周年を記念して、ガーネットクロー 20th a n n i v e r s 企画が行われた。主な内容として、ガーネットクローへのメッセージ募集、YouTube でのメガボルト公開、T シャツやグッズの販売、上記のプレミアムボックスとプレミアムブルーレイボックスの、予備保管分の再販売、ライブブルーレイ、ガーネットクローライブスコープ2013ターミナスの、 発売、サブスクリプションサービス配信開始などが挙げられる。なお、コロナ禍の影響で様々な企画が中止となっている。2021年6月、デビュー20周年記念企画の続報が発表されると、ともに音楽配信サービスのサブスクリプションが解禁された。1999年から2005年までの来歴に関しては、2005年発表のベストアルバム、ベストの 付属ブックレットに記載されているガーネット・クロー・ヒストリーおよび公式ブックガーネット・クロー・フォータスコープ2005から5スアニバーサリー記載のガーネット・クロー・ヒストリーにて各年ごとの形式でまとめられている。前景2冊に共通して掲載されている事項については客注を省略する。また各 CD の発売年月日オリコン順位ライブツアーについてはそれぞれ作品。 ライブイベント内のリストを参照のこと。古井と岡本はターアーティストの編曲の担当やライブのゲスト出演を行っている。あずきは2013年12月にメグへ作詞提供を行って以降活動がなく、中村は解散後から2020年現在まで全く活動がない。主に楽器を担当するのは岡本ひとし、古井ひろとあずきななの3人である。 岡本はギターを担当し、古井と小豆菜菜はキーボードを担当する。場合によっては小豆菜菜のフルーと中村由里のタンバリンが演奏されたこともあった。古井と小豆菜菜はキーボードを担当する点で共通するが、使用する機材の数や音色が異なる傾向にある。古井は複数のキーボードを使用するのに対して、小豆菜菜は2004年のセカンドライブツアー以来、一種類のみの キーボードを使用している。また、古いは、シンセサイザーや、ハモンドオルガンなどの多彩な音色を使い分ける傾向に、あるのに対して、あずきななは、ピアノの音色を中心に使用している。ファースト DVD においては、古いの担当は、キーボーズ、あずきななの担当は、ピアノスと表記された。レコーディングやライブで、メンバーが使用する、楽器類は、時期によって若干異なり、その全てが、 明らかになっているわけではないが、いくつか確認できるものを以下に示す。あずきななが使用したシンセサイザーは以下のものがある。あずきななの使用する S90 は、セカンドライブツアー中盤より白いカバーがかけられ、あずきなな専用の使用となった。また、ローランド製の2機種は2002年のファーストライブツアー映像の数箇所のみで確認できる。このか。 タイムレススリーププロモーションビデオなどでは、コルグのトリトンを使用、夢見た後で、スパイラルプロモーションビデオなどでは、ヤマハのクラビノーバを使用した。岡本ひとし使用楽器を参照のこと。古井宏人が使用したキーボードは以下のものがある。こうしたシンセサイザーとオルガンの併用が多い。初めて使用楽器を公表したのは2000年発表のフライングプロモーションビデオにて、その際は、 コルグのトリトンと Z1 を使用した。2004年のライブツアーでは、モチーフ7を3台準備し、ストリングス系の音色、パッド、効果音の音色、シンセリードの音色と使い分けている。2005年のサードライブツアーでは、今まで使用していた、モチーフシリーズを一新し、モチーフ ES シリーズの3機種を使用。2007年に行われた、ガーネットクローフィルムスコープ2007以降はこれに、 加えて、後継機種であるモチーフ XS7 を一部使用。2008年に行われた、ライブスコープ2008、Are you ready to lock on? では、モチーフ XS7 を2台使用するなど、年代に合わせて、機材を使い分ける傾向が見られる。2009年に行われた、ライブスコープ2009夜明けのソウル以降では、アンコールにて、ショルダータイプのシンセサイザー。 ローランドアックスシンスを用いるようになった。この他、夢見た後で、プロモーションビデオなどでは、ハモンド XB-2 を、君を飾る花を咲かそう。プロモーションビデオや2002年に行われた、ファーストライブスコープでは、ハモンド XB-1 を使用した。楽曲制作の基本的な流れ楽曲制作においては、まず、中村由里による、メロディーラインの作曲が先行する。 先に作詞が行われたり、事前に詩のテーマを設定するようなことは全くない。中村の作成したデモテープをもとに、あずきななによる作詞、古井広人による編曲、岡本人志によるギターの収録が行われる。編曲後に詩が完成することもあれば、詩と編曲がほぼ同時に仕上がる場合もあったという。この後、再度中村による 歌唱収録が行われ完成となる。ただしそれ以降に2年近く練り直された楽曲もある。詳細は以下の通り。中村による作曲は主にピアノを用いて行われる。基本となるメロディーはふと思いつく場合もあれば気に入ったコードから展開する場合もある。完成したメロディーは簡単な英語で歌われ2番までデモテープに収録する。2008年のインタビューによれば メロディーとコードが付けられた後、中村によって簡単なアレンジがマッキントッシュで行われるという。ある程度のイメージが伝わる程度にドラムループ、ストリングス、ディストーションギターなどがキーボードで入力される。中村が使用するソフトはビジョンであり、音源は SC-88 Pro を愛用している。このように通常はメロディー専攻で作曲されるが、2007年発表の 世界は回るというけれど、制作時にはドラムループを聴きながらメロディーを乗せるというリズム選考の手法が初めて用いられた。作成されたデモテープの中からガーネット・クロウとして制作に入る曲が選定される。この選定はガーネット・クロウの手によるものだけではなく、君の思い描いた夢集、メルヘブンなど曲をタイアップに起用する。 企業側によって行われる場合もある。ただし、作品内容とタイアップの関係は、必ずしも一定ではなく、大、大、なりのように編曲、作詞を経て、すでに完成していた作品を、企業側がタイアップに起用した場合もある。タイアップとの関わりについては、後日の楽曲制作とタイアップの節も参照のこと。古いによる編曲は、 コンピュータとシンセサイザーを使用した打ち込みを基本とし、専用の部屋で行われている。具体的内容については、古井自身がインタビューで簡潔に説明しており、自分の作業は簡単なメロディーにドラムベースなどの音を加え、イントロや感想の長さを決定し、楽曲としてまとめ上げることであると答えている。2008年のインタビューによると、 楽曲の方向性は中村のラフアレンジによる楽器の音やフレーズによって練られている。古いはそこからボーカルのデータだけを活かして楽器の音を新規にフレーズ化して再構築する。当時の機材は PowerMac G5 にインストールされた ProTools と Logic Pro8 であり、鍵盤としてモチーフ XS を挙げている。主にソフト音源を使用し、 ピアノはネイティブインストゥルメンツアクステックピアノ、オルガンは同社の BE4、ドラムはフックスパンション BFD、バスドラムはリンプラグの m 部というようにパーツごとに使い分ける。アレンジの段階で打ち込みパートを作り終え、ギターなど手弾きする楽器だけをスタジオで録音し、音を差し替える。ギターの収録は古いと岡本で話し合いながら具体的に旋律を決定していく形で、 行われてゆく。気象転結を重視し、楽曲中の2個の音と競い合ったり、オルガンとハーモニーを形成したり、ガラスのボトルネックを使用するなどの試みも行われている。鍵盤楽器のレコーディングは、古いは、オルガンやシンセあずきななが、ピアノと、それぞれ担当を振り分けている。ミゲルサ、ペソアによる、編曲基本的には、 古い単独による編曲がほとんどではあるが、ボストンの音楽制作会社サイバーサウンドに所属する、ミゲル・エスペッソアという人物に依頼されたこともある。ピアノ主体の伴奏を特徴としており、楽曲、水のない晴れた海へや永遠を駆け抜ける一瞬の僕らなどを編曲した。ミゲル・サペソアは日本語の歌詞を理解しておらず、歌詞の意味から離れて編曲を行っており、 楽曲の新視点を提示しているとして、メンバーからの評価が高い。しかし、2006年の幻アルバムアレンジ以降は参加しておらず、ビーイング関連の編曲も数が減っている。作詞は小豆きなに一任されている。中村からデモテープを受け取り、部屋の CD デッキの置ける場所で、小豆きな自身の体が終身寸前の状態になった後に作詞を開始する。 この状況で作詞を行う理由は感覚が解放され創造的な脳の状態にあえて持ち込むためである。あずきななはガーネットクロー以外のアーティストに対しても作詞を行っているが特に中村の曲に詞をつける場合はその傾向が強い。2008年のインタビューの際も同様に作詞の7つ道具として1から4まで無心、あとはデモテープ、CD デッキ、 筆記用具を挙げており、とにかく無心になり、先入感を排除して、メロディと声の世界に浸れば、情景や言葉はついてくるとの胸を述べている。歌詞の内容は、あずきななの感情を入れずに、メロディからのイメージのみを読み取って、主に書き上げられているが、時にはメロディと対話するような形で、言葉が出てくるのを待つこともあるという。歌詞のモチーフとしては19世紀後半の作家。 オスカーワイルドのドリアン・グレーの肖像を挙げたことがある。作曲時に中村が曲に対して想定したイメージは作詞時の小豆ななには伝えられていないけれども双方が一致する場合が多い。特にシングル曲君を飾る花を咲かそうでは完全にイメージが一致しお互いに驚愕したというエピソードが残されている。基本的には上記の通り あずきなな一人による個人作業だが例外もある。楽曲、夏の幻の制作時にはスタッフに囲まれながら作詞を行った。また、楽曲、夢、花火の制作の際には、あずきななが以前からメロディに乗せたいと考えていたお経の文言を歌詞に入れたが、中村から聞く人も怖くなってしまうからと英語に差し替えるよう促された。修正後、 その部分自体もメロディーごとを大幅に削られた。作詞、編曲の後、中村の歌唱が収録され完成となる。中村による歌唱は、詩の内容にはあまり深入りせず、伴奏に合わせて強弱やニュアンスをつける形で行われている。この点については作詞担当のあずきななからも、歌詞解釈や意味付けをせずに歌ってほしいと述べている。 歌唱収録自体は一度きりで終わった場合から夜通しで行われた場合まであるが中村本人は歌唱収録の時間帯は昼間がベストとしている歌唱収録で使うマイクは中村の声と相性の良いヴィンテージの U67 を使用しコーラストリではローの少ない別の U67 に使い分けている収録した音素材を適切なバランスにまとめるミキシングの作業については 楽曲、未完成な音色やアルバム、ロックスでミキシングを手掛けたミキサーの中島健夫がインタビューに答えている。中島によれば、良いミックスであることは当然だが、ミキシングによる音響効果を聞き手に意識させないことに留意して調整が行われている。また、通常は複数のエンジニアによってアルバム制作が行われているため、アルバムの全体像はあまり考慮されていない。 ただしアルバム、ロックス制作時に限っては、事前に予定曲順が知らされていたため、やや全体像を意識して制作が行われた。ミキシングにおける、ボーカルのエフェクト処理に関しては中村もこだわっており、ボーカリストが唯一遊べるポイントとして、エンジニアにリクエストすることも多い。こうして、個々の楽曲が完成した後も、それがすぐに発売されるとは限らない。 CD に収録する曲の選定や順序は各曲の完成度や曲同士のバランス等の理由から発売直前まで検討されている。その一例としては2回の収録延期がされた楽曲フロートワールドがある。この曲は当初2003年9月10日発売の CD シングル君という光に収録される予定の曲として公表された。しかし、 その直後に収録予定曲から外されている。再度この曲が公表されたのは、2ヶ月後の11月12日発売の CD アルバム、クリスタライズ、君という光の収録予定曲としてであり、それについての岡本の解説も音楽雑誌に掲載された。しかし、再度収録予定曲から外され、最終的には2004年1月14日発売のシングル、 僕らだけの未来のカップリング曲として収録、発売された。このように収録予定の CD が次々と変わった理由は他の収録曲とのバランスを考えた上でのことであった。シングルやアルバムを発売する際は、プロモーションビデオやジャケット写真の撮影などが行われる。撮影場所は兵庫県、大阪港近郊等が撮影場所として紹介されたことがある。 ジャケット写真や CD のデザインは、他のギザスタジオ所属アーティストの作品も手掛ける森、美穂や小島岩らによって制作されており、撮影された写真などは、それぞれの著書としてまとめられた。また、メンバーのあずきななによる写真もジャケットの一部として、用いられることがあり、ファーストカレードスコープ君の家に着くまでずっと、走ってゆくや、二人のロケットのジャケット写真は、その一例である。 このほか、2006年にシングル CD、今宵エデンの片隅でのジャケット撮影が行われた際には、ボーカルである中村によって、撮影の指示がされている。こうした作曲、編曲、作詞、歌唱収録の各工程は、各メンバーそれぞれの個人作業の傾向が強い。この傾向は結成当初から同じであり、楽しみながら制作するバンドというよりも、 役割分担を明確にして洗練された楽曲制作集団を各メンバーが目指していたことに起因する。そのためメンバー同士の意見交換や立ち合いがされるかどうかは流動的である。2001年当時にはメンバー同士の話し合いは当然のこととされていたが2003年には話し合いなしでレコーディングは進んだ。また一旦完成した楽曲が状況によって 再度古いの編曲によって、キーやテンポが調整されたり、小豆な名によって詞に変更が加えられたこともある。その具体例としては、楽曲、僕らだけの未来の辿った変遷がある。僕らだけの未来は、当初は砂丘を意味する、サンドヒルという名で制作が行われており、スパニッシュな気だるいラテン系の曲であった。その後、シングル化に伴って、 テンポの速いロック調の曲に再編曲され、タイトルも僕らだけの未来となり、歌詞も変更された。サポートメンバー及び関係者メンバーには、専門のベーシストやドラマーがいないため、そうした音色は先日の通り、古いヒロトによる打ち込みによって構成されるが、いくつかの楽曲収録時にサポートメンバーが参加した場合もある。その多くはメンバーと同じビーンググループ所属の、 スタジオミュージシャンや同グループと関わりのある編曲者である。特に、オーガ講習やミゲル・エスペッソアをはじめとしたサイバーサウンドメンバーの参加割合が高い。参加記録は CD のブックレットのほか各ミュージシャンの公式ウェブサイトにも残されている。またライブの際には以下のメンバー等が加わることもある。 楽曲及びライブのエグゼクティブプロデューサー名については、カノンじと表記されている。楽曲制作とタイアップタイアップ先で多いのは、テレビアニメ番組の名探偵コナンとメルヘブンである。名探偵コナンは2000年から2011年の間に11曲、メルヘブンは2005年から2007年で6曲のタイアップが行われた。作曲前からタイアップが決定している場合、 メジャー感のある明るい曲といったようなテーマを中村がスタッフから受け取り、そのテーマに沿って作曲されるが、あまり形に関わりすぎないようにバランスが考慮されている。作詞においても一定のテーマに沿って書かれており、あずきななはメルヘブンのタイアップが決定した際、原作単行本をすぐに買いに行き、原作と沿うように歌詞を制作した。 編曲の際は、後に楽曲に合わせて、アニメーションが作成されることを想定し、タイアップがエンディング曲の場合は、アニメの余韻が残るように編曲された。こうした、楽曲制作側の配慮に対して、メルヘブンの作者である、安西信之は、シングル、風とレインボー、をこの手を伸ばせば、この手を伸ばせば、風とレインボーの、裏ジャケット用にメンバー4人の肖像を描いた。 この肖像に関してはメンバーの意向が一部取り入れられており、あずきなのの胸元に描かれたゾンビタトゥーの模様は本人のリクエストによるものである。中村は実際に安西とあやくしも交わしており、漫画家という職業は何かをクリエイトするという点で音楽家と同じ匂いがするとの胸を述べている。楽曲の音楽性についてメンバー自身が語ったところによれば、 楽曲のルーツはネオアコであり、各楽曲はそれを進化させた21世紀型ネオ、ネオアコやポップな中に良い、儚さ、温かさを含んだもの、多国籍でノスタルジックなものなどがある。こうしたガーネット・クロウの要素を一曲で示しているのは楽曲、エニーウェアであるという。楽曲の魅力はデジタルな音とアナログな音の両方を融合させている点であるとする。 制作する楽曲について重要な点はスタンダードで良い音楽だと感じられるか否かであり、いつまでも大事にされる音楽を追求している。また2002年にライブを経験したことは重要な転機であり、聞き手に必要とされていることが実感でき、制作意欲も高くなり、楽曲制作へそれが反映された。ライブ以前では楽曲制作の段階で楽曲が完成するという、 意識であったが、ライブを想定することによって楽曲が成長し、ライブの様子をイメージしながら話し合って作成する場合も出てきた。ライブを通して得た聴き手に支えられているという実感は、ホースアルバムの、i a m Waiting for You という名前に込められたという。中村の歌声は、デビュー当初、中性的なアルトの生域のために、女性ではなく、男性に間違えられたという。 デビューから約3年後、2003年のギザスタジオバレンタインコンサートの際には、同じライブを複数の雑誌社がそれぞれ個別に取材した。中村の声に対して、雑誌マイバースデーでは外国語のように聞こえる不思議な魅力があると評し、コアとエスインではふくよかな声であると評し、またザッピーでは切なさと儚さの中に、 温かな体温を含んでいると評した。その後、楽曲のリリース時やライブの際にも、その都度、中村の恋については、評価がなされており、2005年には、透明感とともに、落ち着きのある歌声、2007年には、ぬくもりのあるボーカルであると評価された。あずきななの歌詞については、深みのあるし、情緒豊かで繊細な歌詞、苦しみや悲しみを知った上での優しさが、 感じられるなどと、各雑誌では評された。2007年発売の、別冊宝島1474音楽誌が書かない、J、J-POP 批評50ザードアーリー 90S グラフィティ史上では、歌詞が哲学の領域に踏み込んでいると指摘された。また2003年には、音楽ライターの渡辺敦氏が、バンドやボーカルが、比較的穏やかな印象であるのに対し、 歌詞には激しく揺れる思いや深い感情が描き出されているのではないか、との意見をあずきななに対して直接指摘した。これに対してあずきななは優柔不断な部分を抱えつつ、物事を見ている点が歌詞に現れたのではないか、との胸を返答した。サウンドの質や世界観についてはすべてを包み込むような独自のサウンドと世界観と評され、 またバンドサウンドなどのぬくもりと、クールな感覚との微妙なバランスがポイントであるとの指摘もされた。楽曲の質に対しては、音楽ライターの森友幸が、音楽雑誌、CD ジャーナル及び、バッシ上にて、楽曲至上主義の語をもって評価した。音楽的姿勢については、ホワット、エスイン、ライターの竹内美穂は、ガーネット・クローがアバンギャルドな世界観を喪失しつつも、 ポップなところに着地しているという独創性に着目し、ここからガーネット・クローは音楽的姿勢がパンク説を唱えた。ガーネット・クローとタイアップの関連については、エンタテイメント評論家の麻生コータによる次のような指摘がある。レコード会社は自社が CM 枠を持つ番組については確実にタイアップを仕掛ける。例えば、名探偵コナンのスポンサーには、 ビーイングも名を連ねている。そのためビーイング系であるガーネット・クロウの楽曲が使用されるのは当然のことである。しかしながらガーネット・クロウの楽曲の水準は高いだけに単なるアニメ主題歌として食わず嫌いの人間がいるなら残念としている。オリコンシングルチャートの最高順位の面からは2002年発売のシングル夢見た後でを活気に平均的な順位が上昇した。 2000年から2001年に発売された各シングルの順位は二人のロケットの47位からラストラブソングの19位の間であるが2002年に夢見た後でが最高順位6位を記録して以降の各シングルの順位は最低でもライ、ライ、ナリが記録した17位である最高では2010年のシングルオーバードライブが記録した4位であり夢見た後で の記録を更新している。著名人からの評価や関わりを示すものは数例ある。まずイラストレーターの無ナ本夏夜はイラストを描く際の BGM の一つとしてガーネットクローを挙げている。次にタレントのリンタンタンは第11回全日本国民的美少女コンテストの本戦選考時において歌の題材としてガーネットクローの夏の幻を使用し、 芸能界入りを決定づけた。そして、声優の藤田咲は、インタビューの際に特に好きなアーティストとして、ガーネットクローを挙げた。曲に、物語性や深みがあることを指摘しており、実際に会いたいと述べた。また、NMB48 の山本さやか、AKB48 の佐藤すみれは共に、好きな歌手にガーネットクローを、好きな曲に、夏の幻を挙げている。 漫画家の石井被災地は、方角は、ガーネットクローばかり聞くので娘に、ガネ男と呼ばれると書いており、朝日新聞掲載の、ののちゃんの吉川ロカシリーズのイメージは、中村ゆりとしている。ののちゃんにはこの他にも、君連れ去る時の訪れをのタイトルが出ている漫画などがある。ファンからの評価については、2005年にビーインググループの、フリーペーパー、ミュージックフリークマガジン市場において、 最も好きな曲のアンケート調査が行われており、当時の評価が明らかになっている。この調査の結果において、最も好きな曲の第1位は、夏の幻、第2位は、夢見た後で、第3位は、君連れ去る時の訪れを出会った。戦術の通りガーネット・クロウはメディアに露出することは少ないが、継続的にガーネット・クロウに関する情報が提供されるメディアがいくつかある。 2009年9月現在、ガーネット・クローについての情報が継続して、提供されるメディアは公式ウェブサイトや、ミュージックフリークマガジン、公式ファンクラブの開放などが挙げられる。公式ウェブサイトでは、各人の日記や主な雑誌掲載、テレビ出演等のスケジュールを確認することができる。ミュージックフリークマガジンは、主要レコード店で毎月配布されているビーインググループによる、 フリーペーパーであり、ワードスコープイン M 回 AM と題されたメンバー自身による近況報告が毎月連載されている。2001年9月号より連載を開始し、2005年には連載50回を超えた。公式ファンクラブ G ネットからは、開放、ガーネットスコープが年4回発行され、またファンクラブに加入することで、会員限定のイベントへの参加も可能となる。 現在では以上のような関連メディアが存在しているが過去にはガーネットタイムや J グルーブマガジンにおける取材記事などが存在したガーネットタイムは2002年6月から2003年10月の間ザ・ミュージック272で放送されていた番組であるこの番組は岡本が主なナレーションを行い有利 s ナイト・アズ S ナイトと題して中村及びあずき奈々が各界交代で司会を務めていた。古いもしばしばゲストで出演する、等、メンバー全員が携わっているという点が特徴であったが、2003年10月に楽曲制作への宣伝を理由として番組が休止した。J、グルーブマガジンもビーインググループから出版されていたが、こちらはフリーペーパーではなく有料の月刊誌であった。 定期連載はないものの、この雑誌専用に撮影されたメンバーの写真などが、しばしば掲載されていた。2006年5月号をもって休館した。また、ポッドキャスティングの、ビーイング・ギザ・スタジオポッドキャスティングでは、毎回ではないが、新曲の紹介やメンバーのコメントが配信されていた。ライブドアのネットラジオサービス、および iTunes ストアにおいて、毎週無料で配信されていたが、 2006年12月をもって新たな配信を終了した。ただし、過去に放送された回は、現在も、聴取可能である。オリジナルアルバムインディーズアルバムベストアルバムリミックス、アルバムコンセプトアルバム、ミュージックフリークマガジンフラッシュバックガーネット、クローテンスメモリーズは MRM、その他は株式会社 J ロックマガジン社が、それぞれ出版。 その他のメンバー各個人の提供作品は中村ゆり、あずきなな、岡本人志、古井ひろとのそれぞれのページに詳しい記述がある。岡本人志のソロライブのうち、結果としてメンバー4人が揃ったもののみを挙げる。ホームページの参考文献は以下の音楽雑誌やウェブサイトなどがある。ありがとうございます。